乃木坂46が17日から18日にかけて、乃木坂46斉藤飛鳥卒業コンサートを東京ドームにて開催。これを受けモデルプレスでは、斉藤飛鳥伝説と題して彼女の凄さを象徴するエピソードを募集。編集部がピックアップしたエピソードを紹介する。斉藤は1998年8月10日生まれ、東京都出身。2011年、乃木坂46の一期生最年少としてデビュー。2016年に、裸足でサマーにて初のセンターに抜擢。以降、選抜、そしてセンター常連メンバーとなる。モデル、女優としても活躍し、2015年8月まで雑誌、キューティーの専属モデル、2015年10月から現在まで、スウィートのレギュラーモデルとして活躍している。また、映画、あの頃、君を追いかけた、2018、ではヒロイン、映像剣には手を出すな、2020、では主演を務め、現在は、サイドバイサイド隣にいる人、が公開中。2022年11月にグループからの卒業を発表し、2022年末でグループとしての活動を終えていた。斉藤飛鳥伝説1、アンダーからセンター常連へ2012年、ファーストシングルであるぐるぐるカーテンで選抜メンバーに選ばれるが、その後は選抜と非選抜であるアンダーのどちらも経験し、グループ内で大きく目立つことはなかった。しかし、大きく注目を集めたのは2016年に、裸足でサマーで初のセンターを務めた時のこと。圧巻の美少女の登場に世間が驚き、以降選抜常連となることはもちろん、最新劇と言っても過言ではないスピードで人気を獲得。以降表題曲では、いつかできるから今日できる、西野七瀬と W センター、自己中で行こう。シングアウト、アクチュアリー、山下美月と W センター、ここにはないもの、でセンターを務めた。タンダーからシングルでのセンターを経験しているのは、2016年に卒業した深川舞と、久保詩織の3人のみ。中でもこのセンター回数は、グループ全体で見ても多く、まさに伝説を作り上げている。読者コメント、アンダーセンターから数年、選抜でもセンターを経験したメンバーはアスカさんだけ。これぞ伝説、アスカちゃんの努力が伝わる結果、最初はアンダーメンバーだったけどいつしかグループを引っ張ってく存在になったから。斉藤飛鳥伝説に、ほとんどの握手会を休むことなく出席多忙を極める同グループだからこそ、イベントに体調不良などによる直前の欠員が出てしまうことも。しかし、斉藤は交通機関の乱れによるもの、また仕事のスケジュールの都合以外で握手会、ミート&グリートを欠席した経験はない。ファンへのツンデレな対応で注目を集める一方で、グループへの愛と誇りが感じられるエピソードだ。読者コメント。いつもツンツンしているけどみはとてもファン思い。握手会もコロナ禍後のミーグリも一度も休んでいない。10年やっていて一度も休んだことがないというのはやはり一番の伝説だと思う。なんだかんだ乃木坂が好きなんだって感じて改めて感動した。斉藤飛鳥伝説3、初センター曲披露で涙。2016年8月に東京、明治神宮野球場で行われた、真夏の全国ツアー2016からフォースイヤーバースデーライブ、ファイナル公演でのこと。本編の最後で披露した、裸足でサマー、では、あまりの盛り上がりに感極まり曲中で斉藤が涙。歌唱後も涙が止まらない斉藤の姿に、会場全体に、飛鳥コール、が飛び交っていた。読者コメント、ういういしさマックスのアスカちゃんが可愛すぎるし、アスカちゃんといえばこのエピソードだから、印象的で可愛かったから、ただただ感動した。